今日の、まあ、これは話の時にどこかでという釣り合わせがあって、当然あの議論の焦点は今あの尖閣もあるんですね、まあ、結局おそらくお互い主張すべきと主張してそれ以上は触らないというようなそういう調整になっているんだと思うんですが、まあ、これから数週間というのは要注目ということとちょっとタイミングが気になるんですね。というのが9月というのはあの中国からすると毎回ですねちょっとこう反日的なものが強まってくる時期が少なりますよね。あの、まあ、去年は70周年でしたから大々的でしたけど抗日戦争勝利記念日ですね。それから11日があの尖閣を流下した日、それから18日が満州事変ですということで反日的な感情が高まる時なので、おそらく G20 の議長国である中国はそこまであんまりことを荒立てるようなことはしないと思うんですけども、終わった後にどうなってくるのか、またその尖閣の周りの船の数が増えて実効支配を強めようとするとか、ね、そういう動きに出るのか、ちょっと数週間見守りたいと思いますね。では続いては日経電子版から注目の記事です。阿部さんお願いします。今日はですね、秋を彩る食材、サンマですとか新米などの価格について取り上げた記事を選んでみました。はい、まずこちらご覧ください。今月のですね、下旬時点の卸値なんですけれども、映ってますでしょうか。まずあの去年より上がっている食材はというと、サンマ、鮭、米、それから玉ねぎなんですね。でまずサンマなんですけれども、東京築地市場で1キロ2000円前後ということで去年のおよそ3倍に跳ね上がっているそうなんですね。で主な産地 の北海道の釧路は、まあ、台風が直撃しまして、まあ、量に出にくくなっているというようなことが影響しているそうなんですね。でちなみにあの店頭価格なんですが、サンマはあの東京都内のスーパーなどでは1匹200円程度ということで、まあ、今のところ去年と同じぐらいに据え置かれて、売られているそうです。まあ、秋の目玉商品だけにですね、お店の側も赤字覚悟でですね、なんとかまあ今のところ価格を保って、まあ、店頭に並べているというふうに記事では伝えています。それからですね、続いて米なんですけれども、政府による米価引き上げ策で主食用の米がですね、生産を減らしたんで値上がり気味だということと、それから台風、こちらもやっぱり台風の影響もあって千葉産の秋田小町の卸値は60キロで、12,700円と、まあ、去年より、2割程度高いそうです。まあ、逆に、下がっているのがさつまいも、ぶどう、それから梨なんですけれども、山梨県産の巨峰やデラウェアなどは豊作で、入荷量がそれぞれ2割近く増えているそうです。サンマは値上がりしないんですね。いや、だんだん店頭から消えるんじゃないかみたいな声も